日本の日向宮崎県。今日も太陽が生まれる。日出ずる国の夜明け。古より神々が住まう神秘の大地。豊かな命を育む海。厳かな緑なす山々。穏やかな気候、豊かな食、伝統と文化、神々のふるさと。大いなる自然に寄り添う人々の営みに、時が育む文化、そして歴史。インタープリター。自然の尊さを伝える伝道師たちはそう呼ばれる。宮崎の自然に魅せられ、そこにふるさとを感じる彼らには、伝えたい深く熱い思いがある。宮崎の自然と人が織りますそれぞれの物語。宮崎自然公園。普通に私もサラリーマンをやっとったわけですけれども、そもそもアウトドア自体が嫌いではないので、楽しい仕事になるんじゃないかという期待感はありましたね。延岡はやっぱり海山川の自然というか、そのフィールドの質が高いのと、それぞれのアクセスが近い。だから一度で二度おいしい、二度で三度おいしい。自然も相手ですし、自然だけじゃなく、やっぱり人との愛ね、人を相手する職業ですし、新たなお客さんを相手するのもですけど、やっぱり使ってるフィールドの地域の人たちの力を借りる部分も大きくなってくるので、その人たちとの交流とかも非常に楽しいですし、それがないと逆にやっていけないと思ってますんで、やりがいっていうよりも自然を使って皆さんに楽しんでもらうというところの方が大きいんじゃないでしょうかね。地域をつないでいかないと、やっぱり僕らの知らない情報っていうのは、昔から住んでる人たちからもらって、新しいフィールドであったり何かイベントを組むんであれば、やっぱり地元の人たちの協力がないとやっていけない部分は多いので、やっぱり自然を相手にしている以上に、いい人のつながりを大切にしないとやっていけない業種ではあるのかなという気はします。地域に入って人との交流ができるスキル、もちろんガイドのスキル、それから人の命を預かっていきますので、人を助けるレスキュー的なところのスキルもいるので、決して簡単ではないですけど、自分がまず楽しんで、あ、これがいいな、これ楽しいなと思うことから始めてもらって、でそこでここでこれを仕事にしたいと思って、あとは自分でどん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 力をつけていってもらえばいいのかなという気がします。仕事をやってる感は強い職業だと思います。自分の生きがいにもなるでしょうし、ぜひ、難しいところもありますが、アウトドアのガイドを目指してもらいたいと思います。頑張りましょう。ぜひ一緒にやってみませんか。頑張りましょう。東京で40年サラリーマンやってました。海老野に来てサイクリングのツアーをやったりですね、サイクリング関係の地図を作るお仕事のお手伝いだとか、サイクリングイベントのコーディネートとか、自転車に関わる仕事をさせていただいてます。海老野は確かにこういうふうにね、ダイナミックな風景もあるんですけども、自転車を乗ってると何気ない風景、田んぼの例えばあぜ道を走っていて、ふとしたこう田の神沢があるだとかね、そういう日常的な風景、そこに心が動かされる部分がありましたね。車よりもちょっと高い、だけどまあ列車とかバスよりも低い
あとまあスピード感ですよね。ゆっくり川流れていく景色が、まあ、そこが魅力だと思います。匂いから風、音、すべて自分の力で漕ぐことによって作り出している部分があるので、そこら辺はやっぱり他の交通機関というか乗り物だとか徒歩だとかとは違う部分があります。自分が楽しいこととか感動することって多分人にも伝えられることができると思うんですよね。同じように体験していただけると思うんですよね。だからやっぱりそこは自分のやるこの感性というか、そこを磨く、素直に感動できる、そういうマインドがあれば自然と、まあ、そういうガイド活動もできるんじゃないかなというふうに思いますけれども、お客様何そのイベントなんかでですね、自分が作ったルートというか自分がこうおすすめのルートを行くわけですけども、まあ、そこでこう立ち止まってこうふと見上げるとか、ふと見る何かの造形物だとか風景に感動してもらえた時がですね、やはりガイド冥利に尽きるというのかな。同じ価値観を共有する瞬間ですから、一人旅だとかね、一人で来るよりも誰かと一緒っていうのはより感動度が増すのかなと思うんですけど、今までサイクリングに全然縁遠かった方々に、自身とも自転車に乗っていく楽しみを伝えられたなというふうに思います。レッツゴーサイクリング。西米良の文化、山の文化であったり、山で暮らすことっていうのを自分たち自身も体験して、まあ、少しでもそれをつないでいけたらいいんじゃないかなっていう思いを持ちながら活動しています。東京に通勤して働いてたんですけど、自分の将来をこう考えたんですよね。家庭を持った時に、まあ、自然が近い場所で、子育てができたらいいなっていうのはありまして、九州で暮らしたいなって思った時にもう仕事を辞めて、最終的には西米良までやってきました。体感者になってほしい。もともと持ってる記憶もあるかもしれないけど、昔田舎にあってきた匂いとか火の匂いとか、この場に来た時にちょっと空気が澄んだ感じとか、そういうその五感というか体で感じれることをガイドするっていうよりも自分で感じることがなんか一番、その人にとって大事なことだと思うんですよ。だから参加者が自分の中で体感する感覚として体験をしてほしい、そういうふうにしてもらえば嬉しいなと思います。自分で感じることができれば、自分で考えておのずと広げたいなとか、そういうふうにも思えると思うので、ぜひ来てください。まあ、こういったいろいろな体験、それにプラスピザ窯を作ったりして結構喜ぶんでもないしです。俺たちももう自分たちで一応こう考えながら学校に行き帰るとか、いろんなもの作ったり、小型の一本で、だからそういうもの今ないからですよ。子どもたちにはやっぱ教えていかないからですし、だからああいうその創作っていうのはなんかいいんじゃないですかね。まあ、通信協会もともと西米良に来ていた方をどうお迎えするかというのがあって、当然西米良を好きになってもらって、そしてまたリピーターして来てもらうような、いろんな人がまた他に伝えていただくような、そういう人も来ていただくといいなと。通信協会は今村民の方と、それから村外の方といらっしゃるんですけど、村外の方もぜひ参加していただいてですね、そしていわゆる西米良に案内をしていただくような方が、そういう方も会になってもらうと非常にいいなと思ってます。西米良に来ない、来てくんない。電気の仕事しながら週末この川下りとかキャンプ場の方をやらせてもらってます。最初、まあ、メインのガイドの方と一緒に行かせてもらって、慣れたら一人でっていう形 でもちろんあの人命救助の研修とかですね、そういったものはあります。皆さんあの難しいって言われるんですけど、実際やってみたらですね、本当に簡単にできますので、難易度が高いと思われない方が、まあ、いいのかなと。
人と関わる仕事ではあるんですけど、一番ですね、自分とお客様が一緒に楽しめる空間っていうのが一番のポイントになってまして、気軽に自分も楽しめる雰囲気作りっていうのを大事にしていただければいいのかなと思います。充実した毎日をですね、はい、本当に遅れてるのかなと思ってます。一緒に自然を満喫しましょう。伝道師たちの物語に魅せられた旅人が、また自らも紡ぎ伝えていく感動の連鎖。宮崎の自然が今日もあなたを待っている。春、夏、冬。さあ行こう。海のこと、山のこと、宮崎を伝えたい。宮崎自然公園。日本の日向、宮崎県。